はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタード、今回は2周目ですね。エミリア、基本的なパラメーターは全部引き継いでやっていきますので、まあパパパッと進めていきましょう。この主人公で始めると、もう二丁拳銃とかリーサルドラグーンとか持ってるってことでしょ。楽勝よ楽勝。名前とか決めんだ。あれ、ブルーの時決めたっけ。まあいいや、普通に。意外とまとも。私の趣味じゃないな。何もないよりマシ。どうやって仲直りしようかな。昨日のことは許してあげる。これじゃ嫌な女ね。私が悪かった。私別に悪くない。やっぱり昨日のことは忘れたふりしてウェディングドレス見せてはしゃぐ。まるで学食。隣いい？あ、そういうシステムなの。席決められてるわけじゃないんだ。兄、3、4、5、6回目。男3人叩き止めした。取り調べ中にパトロールのやつをぶん殴って。レン、鍵もかけないで不用心でしょ。泥棒。レン、仮面をつけていた。トランプのジョーカーみたいな。あいつが彼を。お嬢さん、あなた前の日に被害者と喧嘩をしていたそうですね。近所の人の証言もあります。被害者は優秀なパトロール隊員だった。自分の銃も抜かずにやられるなんてことはありえない。よほど油断していない限り。どうして？こっちは聞きたい。中年来の付き合い。俺と違って真面目なやつだ。それが最近チャラチャラした女と付き合ってるみたいだから心配していた。なぜ撃った？カッとなって撃ったか、それとも誰かに頼まれたのか。証拠は上がっている。所長の道楽。変態なの？今日解放の日とする。あまり嬉しくなさそうだな。新規の入国者のために説明をしよう。徴収諸君は退屈だろうが成長するように。ディスペアの中心部には解放のルーンが刻まれた巨石がある。巨石に触れたものは無条件でここから出ることができる。それがディスペアの決まり。3時間後に5分間だけ全ての警備体制を停止する。ぜひ脱走して解放のルーンを目指してもらいたい。ただしルールがある。警備員に重傷を負わせたり殺したりした者は解放の権利を行い、さらに償いをしてもらう。それ以外は脱走を試みたことによるペナルティはない。では今回も解放を目指して頑張ってくれたまえ。今の所長になって脱走できたのは一人いるんだ。5分って少なくね？普通に考えて。この人はライザ、一緒に脱走することになった。この二人弱いと思うよ。だって仲間にしてないもん。パトロール殺しじゃ一生出られない。で、いやーエミリア強いねやっぱり。あー、武器は持ってるか。持ってるね。リーサルドラグーン2丁。なぜ持ってるんだって話だけどね。超謎だよね。お前らそれどこに隠してたんだっていう。あー、でもなんか強いやつがねえな。ん？あー、あるわ。ゴールデンフリース、精霊銀の鎧、ゴールデンフリーズ来て、とりあえずいいか。武器だけなんとか しとけば大丈夫だよ。草薙の剣すらあるじゃん。竜輪は？竜輪ねえ。竜輪取られてる。ってか竜輪あれか、弦が装備してんのか。いや、ちょっともともと装備してるやつは外されてるけど、まあそれでも黒曜石で全然強いからね。
整流券はさすがにないか。まあそうだよね、整流券はさすがにない。あれはライザってさ、なんか体術じゃなかった？ D ユニバースではいいや。これで上もいけんじゃん。あれ上もいけるし下もいける。あれもういきなり分かれ道になってんだけど、これ下行ったらさ落っこちる。あ、落っこっちゃったよ。あ、上からまた登れんのか。あ、いけねえ。上に行ってみよう。敵がいる。あ、落っこっちゃった。あ、技装備させてねー。けどいいや。リスタルドラグン黒曜石退場する。押すといてる。通常戦闘むしろ3倍でいいかな。ちょっと変えよう。コンフィグ環境設定、マップはさすがに早すぎるかね。バトルは3倍で、まあ、せめて二丁拳銃はつけておかないといけないんで、二丁拳銃からの、まあ、全体もつけて、長弾、十字砲火、あとは、まあ、局射つけとこう。で、集中連射、これでいいや。お、なんだ、マジでわかんねえな。一旦上に行って、まあ、こっからどこかってことか。あー、しまったなるほどね。こっから、ここ。で、ここに落ちるんかい。何もせず強くなる、この二人。で、ここ出てきました。ここ行きます。で、ここ行きます。で、左に行けばいいんだ。象徴よ、俺を甘く見たな。リーサルドラグンを2丁隠し持っていたのさ。それも見抜けぬとは愚かなり。で、こっちで、どこ行けばいいの。下降りちゃっていいのこれ。こっち。なんだこいつ。え？ゴミ箱。いや、意外に広いぞここ。まあ、攻撃で押し通せるでしょ。141とか桁が違うんだけど。うーん、なんだ、上に上がって、一応宝を取ろう。シェルガード盾はまあ助かる。これ盾貴重だからね、このゲーム。なんか全然手に入んないんだよね。売ってないし。まずあれ、ここに戻ってきちゃったよ。こっち、え、上行ったらどうなんの。いけねえか。戻ってきてね。え、コンベアに乗る。乗ろう。戻されそう。やっぱりな。変な匂いがする。ピストル、いやいやいや、今まで売ってたやんけ。キモ。あんまりでかくなかったね。
こうやってみると長弾で一発だな。こんなやつ消えな。何強い、こんなに強いの。あれ逃げてった。あいつが開けてくれた。これに触れればいいんじゃないの。え、どういうこと。あ、触れられた。タッチダウン。おめでとう。女性としては初の脱走者。準備の抜かりなさといい、先ほどの戦いぶりといい、私の予想を裏切って楽しませてくれた。では約束通り君たちを解放しよう。普通に解放してくれた。この家って誰が買ったの。パトロールの本拠地に現れたは大胆な奴なジョーカー。それはお互い様だろう、ルーファス。知ってんの。ちょっと感じのいいお店。倉庫。よう元気、兄。ライザ。グラディウス、裏の組織。みんな犯罪者。暗殺はやらない。パトロールにできないことをする組織。連中が手にならないのは経験済み。まともな手段でジョーカーを捕まえることはできない。キューブとかいうもの。超古代文明の話。アトランティスとかあるんだ。シャンバラ。トリニティがかつて滅んだ文明の遺産を利用している。その文明の本当の痕跡があちこちに残っている。キューブの正体ははっきり分かんない。大きなエネルギーを発生するシステムに関係している。ジョーカーが狙っている。キューブが渡るのを阻止したい。あれ回復してくれそう。こいつ兄騙してたのね。キューブ金が欲しいだけ。両方とも施設に預けている。仲間にはなんないの。クーロンの裏通りで襲われて本当に危なかった。え、何どこで回復するの。いや回復する必要ないし。ライザ、グラディウスの幹部、クーロン地区の指揮官。一応完全なるトップじゃないんだね。ここに残るよ。新メンバーを紹介しよう。エミリアです。基礎訓練を受けてもらう。質問しない気味が悪い。いやいやいや、少なくとも君たちよりは全然強いからね。言っとくけど。訓練開始。練習銃しかないのか。これをひたすらやってればいいのかな。ターゲットは一つしか選べない。命中6分の6。すごいじゃん。好きな時に練習できる。実戦も何度もやっている。ここから帰るだけ。お金の袋が落ちているから拾ってこう。いいだろう、俺の腕を見せてやる。まずはこれが長弾だ。これで3000のダメージを超えることができる。兄、よく見ておけ。
では次だ。次、敵が2体出たとき、その時は全体攻撃を使う。そうすれば一掃できる。1000以上のダメージを持って。ただ技ポイントの無駄になるから攻撃をしよう。兄は見てるだけで十分だ。ここに金がある。ソードマンだと銃は剣より強し。それを見せてやろう。ガーディフレクトされた。やりおるわ。侮っていたよ正直。しかし死ね。医者に立ち寄ろう。これは変わんないよね。早速手術だって何するつもりなの。これどうする。奥まで行けるっちゃいけるよね。ゲンさんの話を聞きたい。あ、でもあれか、カードの話も聞かないといけないのか。ルーンの石、石集めをしているわけじゃないでしょ今。金ってどうなってるの。7000円あんのか。でも黒曜石持ってるしな。とりあえず防具のさ、パワードスーツ買っとこう1個。力とあれを10高める、すごくない。1個買っとこう、金あるうちに。で、兄に装備させよう。ハイバーベスト、そんなくったらねえもん着てんじゃねえよ。ちょっとその前これ外さねえと。ちょっと一回アイテムを整理しよう。で、ファイバーベストをパワードスーツ10上がるね。めちゃ強くないこれ。コットンシャツ、そんなくだらないシャツ着てないで強化服でいいでしょう。で、あとは、まあ、アクセサリーは時の砂とか時の器とか持ってんだ。石化耐性つくんだねこれ、知らなかった。石化厄介だからちょっと持っとこう。で、あとまあ何がいいかね。まあ水耐性で技はね、あれだよね。そう、自分で覚えなきゃいけないんだよ。やっぱり極意みたいなのはない。よし、帰ってきたぞ。ライザー仲間にできるんだったら仲間にしたい。ゲーできない。ここ入れるようになってんだ。え、あ、そうか、練習場か。訓練開始。できねえのかよ、めんどくさ。これ練習する意味あんの。お、帰ってきたぞ。戦力としての目処も立ったようだな。いや待て待て、俺切り込み隊長でいけるぞ。任務の支障のない状態を維持するように。任務はいつ飛び込んでくるかわからない。兄、落ちて。大雑把で開放的に見える、実は正反対。本当に心を開いてくれることはない。年が離れすぎているんだ。誘おう。自由行動に付き合ってくれない。自由行動か。自由行動別にすることないしね今のとこ。いきなり自由行動って言われたら何をすればいいのか。まさにその通り。ディスペアを出るときにルーンの石をもらった。あー、石集めしろってこと。しかも石の方なの。とりあえず仲間集めみたいなのもしていいのかな。自由行動、兄来い。
誘う。シップにも普通に乗れんね。じゃあまずドゥバンに行こう。まあ石とカード両方もらっておくこと自体は全然問題ないんで、秘術のことを聞きたいです。4枚のカード、で石はどうなってんの。クーロン、シュライク、ディスペア、そしてルーンはタンザー。すでにルーンの石を持っている。小石をもらった、ありがとう。あれ、カットできねえんだけど。おお、なんかイベントが始まった。飲み込まれた、もういきなり飲み込まれたタンザーに。これなんだ、飲み込まれる条件が分かんねえな。自分が強ければ飲み込まれるのかな。おかしら、タンザー尻尾乗りの作り話だと思っていた。この女についていったらいかん。リージョン強盗、ノーマット。さてどうしようか。意外といいところかもしれん。なぜこれこっちに行けんの。行けないよね。うお、動いてる。こっちとかは、上は何もない。普通に進んでいけば、こっちは上も行けんじゃん。 A ダンジョンになってる。あっ、敵が復活してる。ひどい、許さん。任務があるのにさ、こんなところに飲み込まれてて大丈夫なの。兄とライザー何とも思わないのかな。今回は石集めになるかな。そうするとで町に来ました。タンザの欠陥、フェイオンのテリトリー、ノーマット、気色悪い内臓にも慣れた。一応休めるとこだね。回復した。みんなの食料、ノーマットワークドイ、ここの人たちはあいつの魔の手から守れなきゃいけない。まあ協力しましょう。ルーンを探している。スライムプール、行こう。なんだなんかテンパってたけど、こっちだ。ちょっとお前は行くの早すぎなんだけど。そしてなぜか敵がいないからね。ゲーフェイオン、もうみんな初パーティーばっかだな。弱い。まあ一掃するか。
前らは見て強くなれ。それだけだ。こっちだ。お前なんだ。上行けねえし。どうやって登ったんだよ。あ、こうやって行ったのか。この先に活力のルーンがある。巨大スライムに守られている。準備やか。準備完了。メカやモンスターは活力のルーンには触れられない。注意しろ。そんな奴らはいない。お決まりのスライムに触れる。いや、まずは全員倒してからだな。特に攻撃することがない。爆砕鉄拳とか鬼走り。どうだ、スライディング。何をひらめたんだあいつは。触れよう。あとなんか攻撃しとこう。活力の分さあ戻ろう。戦いのショックでタンザが暴れている。シップへ行こう。吐き出してくれるかもしれない。スライムがいるんだけど。何こいつ。まあいいや、とりあえずタンザーから、戻ったんで、まあ、またルーファスに話せば次の任務になるのかな。そんなわけで今回はここで終了したいと思います。まあ、とりあえず今のところエミリア以外は全員初パーティーなんで、まあ、エミリアが無双してますけどね。まあ、いろんなキャラ育てながらやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。